いつも ADMJ TV をご覧いただきましてありがとうございます。お供の稲垣です。そして小林でございます。よろしくお願いいたします。やってまいりました、はい、ショップチャンネルオンエアニュースキャストの一押しキャストピックでございます。はい、3月の3日の金曜日の23セグ、はい、すごいとこだ。ひな祭りギリギリセーフ。ギリギリセーフに、まさにそのおひな様みたいなキャストさん。はい、長谷川キャストがいちゃった、はい。言っちゃっていいんだよね、これね。はい、大丈夫です。長谷川、長谷川キャストの一押しに、今回は ADMJ がエントリーされました。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、長谷川さんもありがとうございます。いやいやいや、ちょっと今回、はい、長谷川ということで、はい、長谷川ってついつい言っちゃうんですけど、はい、長谷川さんということで。はい、ねえ、あの本当にあの長谷川さんが ADMJ を愛してやまないキャストのナンバーワン、ツー、スリーのもう本当トップクラスに入るじゃないですか。お打ち合わせの時も、はい、もうあの全身 ADMJ で、あのなんかバックなのに全身 ADMJ っていうの変じゃないですか。うんうん、でもそんなぐらいクロスボディして、バッグを持って、なんか3つぐらい ADMJ を抱えて、あの、ショールームにいらっしゃって、あの、島田くんが、本当にお好きなんですね、って、ちょっと震えてました。震えてた。圧がすごいって。いやいやいや、そんなこと。本当にお好きなんですね、って、ちょっと震えるぐらいの長谷川さんは ADMJ を抱えながら、いらっしゃっていただきました。はい、で、そんな長谷川キャストが、はい、今回 ADMJ の、一押しをするということで、はい、でちょっとこう今回テーマがあると、はい、はい、そうなんです、うん、ご愛用者ならではの、テーマなんですけれども、うん、長谷川さんが今まで買った ADMJ のお気に入りすぎて、うん、ボロボロになってしまった、まあ、長谷川さんボロボロって言ってませんですけど、はいはい、ああそんなになっちゃったんだっていうぐらい使ってくださった、使い込んだものの中から、お気に入りをもう一度復刻、はい、そして、バージョンアップっていうのがテーマです。これはマニアの皆様にとっても、はい、すっごく嬉しいことだと思う、はい、あのやっぱり ADMJ で常に10年先のベーシックでありながら、はい、やっぱり常に進化していくし少しずつ変わっていったりもするから、はい、あれが欲しいって思ってももうそれが完売してしまうともう二度と手に入らないものがたくさんあるじゃないですか、はい、で、そんなにね、こっちのわがままだけど、またあれ作ってほしいって言っても、やはり小林デザイナーのお気持ち一つでございますから、はい、それが全部が作り変えてくれるわけでもないので、はい、なかなかないんですけど、だからこれがショップチャンネルのキャストの一押しだからちょっと叶った企画じゃない。はい、なですもうナイス汗今日素晴らしい。これはもうね、皆さんもうわーって同じ思いだと思うし、長谷川さんやっぱ自分が使ってるから、はい、その使いの良さとか、はい、あとここもプラスアルファあったらっていうところの、あの、彼女アイディアもすごい人なので、はい、やっぱりそういう人の意見がちょっと反映されてるものもあるそうです。はい、早く説明しろや、稲垣ということで、すいません。では、はい、最初、こちら。はい。はい、デイビスの、この、うん、トート、はい、長谷川さんはすごく愛用してくださってるんですけど、うんうん、そうなんですよ。これ、ハンドルが短くなってませんか？確かに。前、こうだった。はい。肩掛けできるハンドルでした。はい。長谷川さんは手に持つときに、うん、あの、肩掛けの方が長いということで、うん、短く、短いハンドルをつけてほしいということで、短くしたんですが、ほうほう、肩からもかけたい。出たよ。あ、出た、ちっちゃった。そう、そうだよね。そうそう、そう思う、私も。ということで、はい、中に、はい、長いハンドルを、つけてるよ。はい、つけております。こんなことしてもらえるのって、一押しじゃなきゃやってもらえないと思う。ね、グルグランの、はい、あの、ちょっと細い、細いというか、あの、テープなので、はい、綺麗なテープ。しっかりとした、はい、しっかりとした革のハンドルではないのですが、はい、あのグルグランテープなので、肩からかけるときには、はい、あの、邪魔にならず、そして、はい、2本あってもね、邪魔にならない程度、うん、どうですか、ね、野さん。ならん。ならん。邪魔にならん。はい。ならんし、で、これを、もし、その、長谷川さんの思うように、ハンドルだけにしたいとき、はい、入ってしまわれちゃう。そうなんですよ。から、全くそれがデザインの邪魔にもまたこれ、ならん。はい、素晴らしい。ね、あれマジこんなにあったっけ、うん、はい、ありました。おー。で、はいはい。これも、ごめんなさい。はい。実は、はい。アトリエメイドです。おはい。ドキドキ。すごいな、アトリエ。アトリエ頑張ってる。はい、うん。内側にも、なんと、
ポケットがつくようになりました。面テープで、ね。面テープで。はい。はい、以前のは内ポケットもなかったんですけれども、はい、内ポケットが結構大きい内ポケット。本当に深みがある。ポケットって言えないポケットがつくようになりました。はい。はいはい、なのでかなりバージョンアップして。本当だね。小分けできるし、そう、それも入るし。はい。ここ可愛い色が。そういうサブバッグとしても、はい、ポケットお使いいただける。はい。はい、で、色が、はい、そう。あ、で、ここ、ここね。あ、はい、もちろんここも機能しております。スマホ対策委員会としては、はい。ここももちろん使います。ちょっといいんじゃないこのアイディア、はい。で、これが、色がトープ。トープ。それから真ん中。はいはい、カモフラージュでございます。はい、カモフラージュはもうね、はい、とにかくデイビスの中では人気。はい。もうこれ実はやっとデイビス入ってきたんです。最近なんかそう見なかったね。そう。はい。もうリモン他社が忙しすぎて、はい、ADMJ の別注なかなかデリバリーしない。ヒヤヒヤ。で、やっとデイビスの、オリジナルが届きました。うん、内側は、こんなね、鮮やかなブルーの。なんか、いいんじゃない？はい。ブルーで、ポケットがついております。はい。そして、このハンドルは、イエロー。なんかね、ここにポンと色が加わると、なんか、ね、印象がだいぶ変わりますよね。楽しくなってきましたね、また。ちょっとかけてみようかな、はい。見て見て。はい、こんな感じで、はい。ちょっとここにハンドルが干渉しちゃいますけれども、うん、柔らかいので、うんうん、脇の下に入れてください。いいの、いいの。大丈夫。はい、気にしないの。うん、そして、はい、ここにももちろん、ライダースポケットがございますので、はい、やっぱりこれがあるのとないのと全然違うんですよね。そうですね、確かに。はい、うん、そして、もう一色。もう一色。レオパード。はい。レオパードは。もうすぐなくなっちゃいそう。はい。そういうこと言わないでもらえますか？いや、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。はい。はい。これも、はい。ブルー効くね。うん。なんかレオパードにブルー。これ、レオパードの方はブラックのシュリンクレザーです。うん、そして、ちょっと差がわかりますかね。カモフラージュの方はネイビーのシュリンクレザーなので、はい、同じブラックなんじゃなかったんだね。そうなんですよ。へー、はい、本当ですね。なんで。なんか今までだったらレオパードに黄色のなんかハンドルがついてたようなイメージを勝手に想像しちゃったけど、ね、ちょっと違うのがまたいいですね、はい、今回。だいぶ勝手です、それ。はい。レオパード、私。だね。はい。はい。ありがとうございます。お真ん中にかけてあげてください。はい。はい、じゃあ、私はこちらですね。そうですよね、はい。間違いない。間違いないな。私はこれですね。なんか稲垣さん、ラッキーカラーイエローじゃないですか。本当だね。うん。私も全身黄色で。この話は別の配信で。そうです。はい、ね。これはちょっとまず、相当キャストの一押しの中でも一押しのアイテムじゃないですか、これ。これなんか、はい。買ってプレゼントしたくなった。うん。ね、誰に？いや、いろいろな人に。内緒。いや、これだって、買っといて、なんか、ことあるごとに差し上げたら、すごく喜ばれる、すごい。いや、ちょっともう、これはもうほんと、ショップチャンネルさんの、この日でしか買えない形に今のところはなっておりますので、はい、ちょっと気になってらっしゃった方。はい。はい、まあね、たまに。ちなみに、長谷川さん、この色を、あ、なんか、お選び。っぽいね。はい。うん。出してみますか。似合いそう。はい。で、これだけですか？いえいえいえ、まずこちら。はい。じゃあ。まず、一つ。一つ。はい。何商品今回紹介してくれるんですか？ 6アイテム？オンエアでご紹介するのは、はい、5なんですけれども、うん、ネットだけでも、ま、ちょっとオンエア中にもご紹介する商品ございますが。はい。続いて。はい、こちら。はい、あ、長谷さん懐かしくないですか？懐かしい。これは、しずきさんがすごい気に入ってらっしゃったアイテムですよね。はい、大丈夫ですか？こんがらがってますよ。はい。カラマンボウ。カラマンボウって言うんですか、それを。はい、カラマンボウですね。カラマンボウ、はい。はい。こちら。はーい。これは、はい、素材は素材は、あ、もうすごい老人で出てこない。はい、なんだっけ。そう、バニティです。バニティ、バニティ。はい、バニティです。バニティね、いい匂いするんだ。私好きな革の匂いするの、ですね、バニティ。ポレット社のバニティを使って、はい、この香水瓶の刺繍がなんと新色。あ、確かに、ちょっと全部ね、配色、
週の配色を変えています今回、うんうん、なのでカーキにはこのボルドー系の、うんうん、はい、種なんかこのスパンコールの色がなんともシュワ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 だね。なんかファッションの一応あのお洋服の方でもこうスパンコールすごい出てるんですよ。そうなんだね。シュワ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 で私たち何を揺らしてるんでしょう。キラキラ見てもらおうかと、ね、はい、いいですね、はい、でこれはブラック、はい、でブラックの方はちょっとダークローズ系の、なんか全く画面と見た目が違うんだけど、ね、どうしたらいい？ベルベットのところが、あ、そうです、それ。こういう感じ。こういう感じですね。はい。はい。この色味、ほら、なんかベルベットだから、角度によって光の、うん、そうですね、肝で色味が変わるので、はい、変わるわよ。ほら、いいですね、これね。はい。そして、そして、はい、カーキ、そして、ホワイト。はい。はい、ホワイトの方は、うん、これ、ちょっと、これも角度か。ちょっとこうパープルなんですよ、うん、深い茶色に見えますよね、見える、パープルです、パープル、はい、中見ていきましょう、はい、じゃあ順番にね、すいません、はい、これはあの長谷川さんとしてはどういうコンセプトで、もう長谷川さん実は以前のキャストピックで、うん、これをお使いいただいて、はい、使いすぎてあの長谷川さんそんなに昔じゃないけどそれ使いすぎてませんか、そうなの、もうこれすごい気に入って最高で直すところはないんだけどカードケースこんなにいらないかもって、あー、カード段が前は、はい、どのくらいあったんだろう、20何枚入るようになってたんですけれども。両側にあったっけ、ね、そうです。ですよね。はい。それで、もうそこまでね、うん、だんだんアプリになったりとか、変わってきてるので、うん、カード段を、はい、少なくして、はい、あとの内装は同じです。はい。真ん中にファスナーのまたポケットになっています。はい、色もいいですね、これ。はい。はい、これはもう、あの、サンプル品と同じ色味で大丈夫ですか、はい、本当です。はい。こちらがブラック、はい、はい、そして、続いて、はい、カーキ、カーキ、なんかカーキ、うちがこのシャンパンで仕上げています、はい、そしてパープル、うん、柔らかいね、はい、ベンティ皮がいいですね、はい、そしてそしてホワイトは、はい、ホワイトいきます、はい、このホワイトもね、なんかちょっとクラス感のホワイトなんですよね。うん、このサイズ便利なんだよね。わかります、はい、長谷川さんの言ってること。これね、はい。ね、ね、あの、カード段と、こう、コインケースさえあれば、ここに私、前の時はお札なんか入れてたので、はい、もうお財布のようにも使っちゃってるんで、もう、そのまま。お財布がついてるようなイメージで、はい、お使いいただけると思います。はいはい、柔らかいし。ね、そして、薄いので、薄待ちなので、コートの内側にも。うん、そうですね。はい、これストラップがね、ちょっとこう、はい、今長いんですよ、実は。はい、これがサンプルで、ちょっと実はね、ここだけ。若干。うん、あ、そう、ごめんなさい。稲垣さん。すいません。はい。このぐらいに来てるんですけど、これ本商品もうちょっと短くするという。はい。はい、で、そのぐらいこのぐらいになるかな、はい、多分5センチぐらいちょっと短くするということで、はい、今、これ自体も今一番短いところに穴、入れたんですけども、それでもこの長さだったので、はい、もうちょっと、はい、あの、反ってくれるぐらい。私身長163なんですけど、ちょうどまあ、腰骨ぐらいにくれ、感じになるのかなと思います。はい、かっこいいじゃない、これ、よくない、今日、お似合いですね。意外と黒なんだ。あ、でも、ちょっとカーキもやってみてください。いいですか、ありがとうございます。すみません、このパンツシワシワで、すみません。シワシワじゃないよ。ちょっとシワシワなんですよ。すみません。ああ、いい色ですね。柔らかくなる。やっぱりこの香水瓶のモチーフがいろいろな色が入ってるから、逆にコーディネートしやすいのかもしれないですね。そうかも。確かに、うん。どっかのやっぱり色を持ってくるっていうね。うん、じゃあ、はい、白？じゃあこの、じゃあ、あの、ちょっと、乗っかってるそのままということで。いいじゃん、これ。よくないですか、なんか全部の色が、そう、はい。全部の色がコーディネートできますよね。本当だね。また三色買いですか、お客様が。大変ですよ。そんなことはないです。一色もお選びいただいて、このなんかニュアンスカラーのバニティの表情と、うん、この香水瓶の刺繍のね、多色使い、うん。はい。だってベルベット
のベルベットサテン、ベルベットサテンって、うん、ベルベットの上にサテンの生地を乗せたら滑るじゃないですか。そうですね。でも、それを乗せて刺繍をして、乗せて刺繍をしてっていう繰り返しをしてるんですね。すごいな。そう、本当に稲垣さん自分だけで見ないでください。ごめんなさい。いやいや、ちょっとね、うん、これこうしたくなる、見たくなる。本当にこれは日本のコンピューターミシンの技術の結晶でございまして、こんなに細かくこう2ミリのスパンコールと、もっとですよね、こう多色のスパンコールを使って表現している刺繍。いや、ちょっとこんなに綺麗だったこれ。いや、そうですよ、こんなすごかった。いや、これはね、ごめんなさい、はい、買ってみて本当自分の肉眼で見ていただきたいぐらい。いや、これは本当に、うん、ここまでやっぱり刺繍をしてデザインをしないと完成しない一品なので、はい、まあちょっとやそっとの中途半端な気持ちでは食出しもできないし。いや、私多分この部分のワッペンだけ売ってて、はい、なんか3万円ぐらいしそうな気がする。ありがとうございます。すごい。そうですね。このやっぱり二次加工技術っていうのが ADMJ のお家芸であり、そしてこの指示を、ね、出せるデザイナーの頭の中をやっぱり具体的に表現できる技術と職人がいるからこそ、うん、ADMJ が成り立っているっていう一品のクロスボディだと思います。ああ、どうしよう、欲しくなってきちゃう、ね、すごい ね, ね、大事。これがいつまで続くか分かんないし。そう、本当にこのミシン自体がね、本当に残念なことに ADMJ 以外は使ってないっていうね、コロナ禍でも誰も使わず、本当にこうなかなかここまでの、まあ、技術の機械も職人の技術もこうなんていうの、使いこなせてない現実っていうのが、ね、起きてることは事実です。メイドインジャパンの中に、うん、だからやっぱり私たちがメイドインジャパンを買い続ける、携えるっていうこと自体にこう意味があることを、ね、少しずつ女性の方たちに知っていただけたらなと思います、うん、はい、ちょっとこれアート芸術品の一点でございます、はい、まだまだあります、はいはい、続いて、今お知らせしている今日のはですね、3月3日の金曜日の23時に送られます、長谷川キャストのキャストの一押しに、ピッコ、嘘、これ、これ長谷川さんらしい一品じゃないですか。本当、本当に久しぶりの、あらまあ、登場でございます。ちょっとこれは大変よ。これまだ出来上がってなくて、はい、実はストラップがついているんですけども、はい、これのストラップがまだ出来上がってないので、はい、試しにこのストラップイメージとしてね、はい、つけていただいて。あ、わかりました。はい。はい、じゃあご説明を。このサイズ感、はい、まあ、何年か前に長谷川さんはこのデザインで、はい、スネークレザーでご愛用いただいてたんですね。おお。それでこのちょうど今これじゃないっていう、うんうん、サイズ感で、そうだね、小ぶりでね、お持ちしています、うん、なんかスリムウォレットとかありますかね、うん、ちょうど、まあ、小さいながらも、はい、横長のスリムウォレットがギリ入るっていうサイズなんです、はい、あ、ちょっとこちらでお願いします。渋さん、ごめんなさい、はい、ギリ入るっていうサイズなんですね、うん、なのでこんな風にギリ入れていただくことができるサイズでございます、はい、はい、うん、縦だと入らないかな、出ちゃう感じ。そうだね、出ちゃうね、はい、だから横が、ギリギリ、ギリギリ、今これをねこうして開いていただくともっと入れやすいと思います。やだ、はい、これすごいかわいいって単純な言葉言っちゃったけどでこの、ファッションハードウェア社のザ・ビーも、はい、クロコダイル片押しと、はい、長谷川さんと一緒に選んで、これには、ローズのザ・ビーをつけております、うん、はい、はい、あ、じゃあ一個一個いきましょうか、はい、そちらからいきます、今日は、はい、彼らが、オレンジ、うん、そして、グレー系のブラシでございます、はい、なんか元気が出る長谷川さんらしい配色ですね。でも長谷川さんの中にはこれを選んでいただける、うん、ララビュールさんとかかなって言ってましたララビュールさん、はい、ララビュールさんね、はい、とかがこれ好きかなって、はい、おっしゃりながら、はい、間違いないですね、はい、選んでおります、はい、そしてヒマラヤも作りました。ちょっとヒマラヤだ、はい、
これおこしのパーツで。ちょっとこれ暇やるんだ、はい、と。なんかこれ外してこう持っても可愛くないですか。うん、外して持ちたい。これヒマラヤ可愛い、ね、ヒマラヤやばい、どうしよう。アントブルー、いい中の色も、はい、私は今スーッとした、スーッとした、うん、そして B は、 B はこのホワイトオパール、あ、いい、はい、オパールいい、ね、これいい、ヒマラヤ、 ヒマラヤいい。もう本当に長瀬さんやめてほしい。ヒマラヤ個人的には好きだから、うん、あ、いい、いいですよね、はい、そしてお隣、はい、私これかな、確かアルジェンテ、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 いい、ね、これも、ね、私たちお財布これですから、そうですよ、はい、アルジェンテどうですか、で内側ちょっと桜、はい、とゴールドベージュ、あ、はい、オープンポケットとスナップ、ね、アルジェンテ、でもあのお財布は入るんですね、大きいからね、はい、いいですね、そうですね、はい、ガマ口、ガールデコどうですか、ちょっとこれアールデコ、アールデコ入りますか、ズンズン入っちゃう、入っちゃった、なんか長谷川さん的にはこれ入らなそうで入るのよっておっしゃってたんで、それはいいですね、入らなそうで入る、はい、なんか入れるとちょうど真ん中にこう来る感じがする、うんうんうん、でもあとスマホ入ってちょっとハンカチ入れて、はい、ね、はい、必要最低限のものが入る、でこうこのね今サイズ感のちょっとこう小さいね、うん、ものを斜め掛け皆さんしますけど、若い方のはね、若い何なんかね違うやっぱりこのクラス感欲しい、なんか今これ新鮮じゃないですか、すごく新鮮ね、ね、なんかずっとボストンとか、うん、私たちあのどちらかというとトート系を使っちゃってたので、はい、このカチッとした感じがこれちょっと新鮮、長谷川さんありがとうございます、いいと思いますね、えなんかちょっと絶対これお客様もうーんって思ってると思う、ね、あら、うん、やだ、はい、あらこれ欲しいわって気持ち、そして、はい、次行きます、ブルートパス、ブルートパもいい、ブルートパポンときましたね、色ね、外した感じで、バーガンディーデライトをつけて、あ、それがまた組み合わせがいい、はい、ちょっとこうなんかこう緩やかなね感じにして、うん、そしてすっごくおしゃれな人はもうこれ、ね、うん、今なんかこのグリーン系の、はい、持ってるとおしゃれなことになってますけど、ね、だからそれ持てばおしゃれになれるうーん、どうだろう、え、分かったでもあのグリーン系っていうよりは、うん、あえてこのブルートパーズに ADMJ はしてます、うん、なぜならやっぱ大人のこうセンスってちょっとやっぱり若いトレンドとはね、うんうんうん、視線を隠したところにあるので、うん、あえてこのブルートパーズをお勧めしてます、うん、まあ、皆さん小林さんそんなこと言えなくて私もブルートパーに夢中っていらっしゃるいらっしゃる、ね、いらっしゃる、はい、いらっしゃるので、はい、あの大変なことにブルートパーはなっておりますが、またどうぞ一つ仲間を増やしくださいませ、はい、そしてタンザナイト、はい、これ稲垣さん的にどうです、いやタンザナイトかっこいいですよ、かっこいいです、ごめん、だったら今回ちょっとヒマラヤにしちゃったんで今ごめん、わかりやすいでしょ、私高級感、ね、高級感めちゃくちゃあります、そしてグレートパープル、これはちょっと気になりますね、パープルが入ってるのは、それでは、はい、稲垣玲子さんにお待ちいただきましょう、はい、なんで私なんで、これちょっとこれ小林さんちょっと持った方がいいんじゃない、今日ぜひお持ちいただきたいな、じゃあすいません、私が先んじて待たせていただきます、斜めにしてみましょう、はい、ありがとうございます、もうね、はい、大人はこれなのよ、小さいバッグもこれ、ちょっと今これ欲しかったですね、これ欲しかったなんでなかったんですか、いやーちょっと盲点だったねえ、うん、いや、あの、いや、ある意味、はい、私たち ADMJ のあなたは人だし、はい、私ももう、あの、こう、半分、もう、ほぼほぼ新商品とか見させてもらってる身なので、はい、ちょっと、なんか、今のものに夢中になりすぎてた。うん、もしかしたら、こういう、あの、長谷川さんの今回のコンセプト、はい、自分がこれまで愛用してきて、すごく良かったものをもう一度、はい、それをさらになんかブラッシュアップしたものとか、ね、ね、なんかこう、今の私だったらこれなのよっていうのが、うん、すごいなんか新鮮でいい。いや、この形を、このデザインを黒子片押しでして、ザ・ビーをつけたっていうのが、
すごい新しい。え、ちょっとこれにする何がこれに、特別にヒマラヤも持たせてあげます。そんなにね、ストラップない、ストラップないですけど、ほらここにこれ来たらどうなのこれ、ね、あ、これしようかなこれ、あ、すげえ、これ。だってこれ、これ、私あの、ブラック系の、あの、斜め掛けばっかりなんですよ。だからさっきも今日色の話。そう。二人で指ささない。そう。じゃあ、これみんなでこれにしない、稲垣さん、でも他にヒマラヤ持ってるじゃないですか。持ってます。じゃあ、ヒマラヤを持った時に、稲垣さんは何を達成しますか？決めとこう、ね、今年。ヒマラヤを持った時に私は何を達成するか、うん。何を達成するか。ちょっと終わるまで考えてる。ちょっと大事な話だから。はい、変なこと言葉だまにしたくないから。そうですね。はい、じゃあ、終わるまでに考える。そういうところだけ真剣ですから。欲深い。欲深い。C の方にちょっと置いておきます、ね。ありがとう。私側に、私側に置いてちょうだい。あなた側様にね。いいな、これ。はい、なんだ、もう。そして。はい。はい、実は長谷川さんはもうこよなくこのアールデコのお財布を愛してくれた、うん、これは実際にはこの長谷川さんがお使いになっているものではないんですが、うん、長谷川さんスネーク系をお使いいただいて、すごいね、スネーク使ってる、はい、で以前もあのキャストピックでこの形でスネークを、うん、ご紹介していただいたんですけど、はい、もうこれを新しいものにしたいんですちょっと見てたごめんなさい、長谷川さん。声のトーン今すごいんですよ。はい。はい。で、おっしゃって、今回は、ほら、それもね、クロコダイル片押しで作ったので、お揃いで、クロコダイル片押しで、ご用意しました。これ私が写真撮ったんですけど、すいません、ピンが甘くてちょっと。物がないんですね。そうなんです。ぼやぼやになっていますが、少しこの端にソーイング同系色のカラーグラデーションをしています。はい。そして、あ、これ中なしですね。はい。じゃあ、こちらと、これがタンザナイト。タンザナイト。はい。ブルートパーズ。ブルートパーズも、ちょっとこの、ブルー系のブルートパーズに。統一されてる。はい。これね、お財布。ああ、ちょっと見たい。早くオンエア見たい。はい。これちょっと、早めに。聞いた。この、これね、ちょっと私、ああ、もうどうしようかな、本当に。見たよ。でも、あの、ガマグチのね、アルジェントは1月6日に私買いました。そうですね。はい、そうですね。でも、また買えちゃうの ?3 月の、そう、3月の21日も、お金にとって大切な日ですので。はい、それ別配信でやりますから、はい、待っててね、はい。大切な日ですので、はい、やっぱお金にまつわることをやらなきゃいけないんですって。うんうん、ってことは、3月3日にオーダーすれば、うん、それまでに届くので、うん、これは、必須じゃない、うん自分のね、今ね、納得のいくように話を持ってってます。はい。はい、ございますよ。はい。稲垣さんのヒマラヤもね、ちょっと良くない変わらない。どうしよう。はい、私、でもそう。ライトコロラドトパーズ系がしっかりございますから。ね、あなたも 3.21 こちら。いやいや、私 3.21 ですよ。あ、そうだ、まだ使い始めてないんだ、うん。まだ使い始めてないですよ。今。お揃いのね。はい。あの、今、ありったけのお金を入れて寝かしてあるところなんですよ。私はね、すぐ使っちゃったんですか。このね、さ、だから、この慎重な後、やっちゃうな。そう、はい。早めにね、はい。なんか、こう、使っちゃい、3.21 も。今年ほら、使い回したいから、2種類ぐらいのお財布をいい日に。いきないですか。はい。お、これ何？これ、あの、あれ？なんだっけ ルビーあ、ルビーか。はい。あ、そうかそうか。今すぐ真っ赤に見えたので、写真だったので。ちょっとね、すいません。写真の、はい、出力の色が。はい。ルビーですね。はい。ラビールさんかなって。そう、ラビールさんですね。ラビールさんでしょうか全然似てなくなっちゃった。ちょっと違った。ちょっと今、遠くなってたんだろう。はい。そして。はい。そして、もちろん、スネークも。はい。はい。これちょっとお値段変わりますね。そうですね。はい、カリナータナチュラルにジェットとか、うん、ブラックダイヤモンド。長谷川さんはこれになるわけですね。はい。長谷川さんはおそらくこちら。あ、白でいきます。はい。白？ホワイトスネーク。ホワイトパーライズ。はい。こちらか、アルジェントで迷ってらした。ああ。うん、ハセキョウもどっちかな。でも、まあ、ホワイト。
ホワイトに行ってもらいたい気もするけど、でもアルジェントもいいよ、ね、はい、自分であのデイビスとそのクロコダイル片押しのバッグの好きな色を選んで、はい、なんて上品な組み合わせなんでしょうっておっしゃってました。喜んでた。じゃあお財布も出てきます。はい。はい、それから、あんまた物がない。はい。そうなんです。もう本当に申し訳ございません。もうギリギリで間に合っておりません。はい。ADMJ アトリエメイドのウォレットバッグ、うん、完成しております。うん、グレージングのクロコダイルのオニキス。はい。そして、タンザナイト。うん、これには、セレーネグレーデライトがついております。うん、そして、ブルートパース、うん、これにはアイボリークリームデライト。長谷川さん選ばれ、そしてグレージュ、これはいい、ね、はい、イエローシャイン、はあ、いいね、ね、ウォレットバッグ長谷川さんも大好きで、そうですね、お使い続けていただいてるんですが、ぜひグレージングのバッグで、うん、お客様にご紹介したいという形でクロコダイルの、はい、ウォレットバッグアトリエメイドを、うん、ご紹介していただいて、やっぱりものすごく使ってる印象が私の中にもあるので、はい、どういうシーンで使ってるかとか、なんかこういう時にすごく便利って話をたくさんしてくれそうな気がする。はい、それはね、すごい参考になるので、はい、楽しみですよね、やっぱりね。本当に。はい。そして、まだ、はい。この小さな、うん、サイズ的にはですね、こちらかな？こちらの、あ、はいはい。はい、便利便利。はい。がまぐちパースを、うん、ネットで、はい、ご紹介しています。ネットで、じゃあ、オンエアでは出てこないんだ。はい。はい。でも、これも長谷川さん関わってくれたってことですか？はい、そうなんです。選んでくれた。ネットの方で島田くんが、うん、マジックライトのトートを、うん、一緒に販売してるんですけれども、うん、それに合わせて長谷川さんが、ああ、ガマグチちゃんが欲しいっていうことで、これ、もちろん、ナス管がついていて、ストラップがついていて、うんうん、そうですね、このように、あ、このタイプ、はい、ウィズバックです、はい、ウィズバック、はいはい、ウィズバックのようになっておりますので、うん、ちっちゃいウィズバックになるんですね、さらにサイズは、ね、私はちっちゃいウィズバックは真鍮のザ・ビーがついているクラウドを愛用しています、うんうんうん、はいはい、あなた様はネイビー様、はい、ネイビー様でございます、それの、はい、新作で、うん、何で様付け、はい、漆黒リセット、はい、そしてこれ白茶かな、うんうん、にアイボリークリームデライト、いい、ね、はい、はい、そしてエレクトリックに、はい、これブルー系ですね、うん、セレーネグレーデライトかな、はい、そしてお白金、白金ちょっと白金にその B かわいいな、そう、はい、白金にこのちっちゃい B がついたこれ買おうかな、うん、やっぱりかわいい、白金すごくない？ボソ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 白金、白金、本当白金からなくなってませんか？お客さん、あなたがそうやって白金、白金、白金、白金って言うからよ。いや本当にいい色で、私昨日倉庫の中で白金のバッグないかなって探してたら一個もないの。ないのじゃないですよ。白金、欲しかったのに白金のバッグが一個もない。駅は白金、白金。本当に困ります。はい。ザということでこのぐらいです。こちらで、全部お見せできましたか？じゃあ、そちらの、ヒマラヤの、ああ、ヒマラヤ、はいはい。バッグを、はい。じゃあ、ウォレットバッグも、リアリーはい。ウォレットバッグもね、実際こういう形で、はい、ちょっとね、楽しみですね。はい、さあ、決まりましたか？なんだっけ？このあ、このバッグをこの色のバッグでね、この色の、はい、ヒマラヤを持ったとき、レイコン稲垣は一体どんなラッキーカラーにこれを持っていくか、今年。どんなラッキーカラーに持っていくか。これを持ったときに、うん、私はどんなときなのよ、みたいな。何を実行する、何を実現する、何を達成する。こうなる。言えない。お時間くださいっておっしゃいましたよね。でもだって言葉にしたら逃げてっちゃいそうな気がするんだもん。逆嘘嘘言霊ですよ。この前言霊本当にリアリーっていうぐらい言霊が起きて、うん、小林とびっくりしました。何があったの？いや船越桂さんっていうアーティストが彫刻家がいらっしゃるんですけども、まあ本当にまだご存命ですけれども、うん、船越桂さんの彫刻が欲しいって、いやいや買えない買えないって言いながら、こうそういう永遠の子っていう想定の表紙にもなってらっしゃるんですけれども、
こう船越かすらなんか気になるんだよねって帰りのこう車の中で話して、そうなんだって言って、私もなんかこうネットで検索して、あちょっとそういう気分かなっていう話をしていて、この前とある展覧会に行ったら、じゃあここから見てみようかって言ったら、目の前に船越かすらさんのスケッチ、彫刻じゃないんですけどスケッチがあって、2人でズワーッと。でも私はそれが船越かすらさんだって残念ながら分からなかったんですけど、小林はもう釘付けになって、すごくないって。そんなに今すごくほらバンクシーとか、あの草間さんみたいにこう世の中で注目が集まっているアーティストではないんですけれども、唱えてたらそれが目の前にガンって出てくるって、すごいね。そうだから言霊ですよ。言霊ですね、はい、じゃあ私これを持ってる時の私は何を達成してるかというと、はい、私ね今ねもっと自由に仕事したいんですよ。わかります？すいません、これ以上これ以上ですか？うん、なんだろう、どういう意味の自由ですか？どう言えばいいの、ちょっと言葉にすると こんな場所で発表することでもないと思うんですけど。発表しないとダメ。いや、なんかこう、はい、こうやって YouTube に出演させていただいたりとか、はい、まあ地上波、地方で出演させていただいたりもしてるんですけど、はい、で、一方でちょっとこうね、企業さんの、まあ新しいものを一緒に作っていくことも、ちょっとお手伝いさせていただいたりとかし始めていて、はい、でも、どれに対してもすごくこう自分が萎縮してるところがあったんです。どちらかというと、まあ、YouTube とかは、こことかはもう本当になんか私のホームになっていて、すごい自由にさせてもらってるんですけど、ちょっとだけ地方局へ行くと借りたら猫、借りてきた猫になっちゃったりとか、またこういうところの他のお仕事に行くと、まだそこまで自分に経験値がない分、歳は取ってるけれども、なんか、あ、こんなことまで行っちゃいけないんじゃないかなとか、遠慮しちゃうところがあったの。でも実はそういうことを向こう様はもしかして求めてるかもしれないってことすんごい後になって分かって、あの時言っとけばもうちょっと進んでたのになとかっていう、ちょっと振り返ることが多かったんですよ、去年は。なので、今年は、臆することなく、自分が直感で、あ、絶対これいけると思ったことを、ちゃんと言葉に発して形にしていきたい。で、それは絶対、今までの、こう、皆様と接してきた中で得た知識と、あと皆様が求めているものに、多分私は企業さんのそういうものを近づけることができるんじゃないかなってちょっと思い始めてて、だから、どっちかっていうと私、多分、間にいる人間なので、はい、作る側と、買う側の。はい、だそこをこうもっともっと結びつけるのに近道を作れるような人になりたいな、になろうかなって思います。発表できてよかった。はい、ありがとうございます。分かったかな、はい、いや、ちょっと。でもそういう、ところに近づくための色が、そう、ヒマラヤです。そんな風に色を決めていったら、楽しくないですか、はい、そうですね。自分のラッキーカラーは自分で決める時代ですね。そうなの。はい。私は本当に、思いました。はい。ごめんなさい、余計な長い話、私みたいな。長谷京の会なの。そうです。そうなの。私はやっぱ、自分のここの経験があるので、ちょっともう姉さん、あんな話しないで、長谷京かわいそうになっちゃう。でも、ごめんなさい。長谷川さん、はい、満載の1時間にね。うん、いや、ほんと、ほんと長谷川さんは、ちょっと最近久しくお話ししてないですけど、はい、私はもう彼女のエンターテイナーの、なんか彼女の才能が大好き、はい。本当に人を楽しませてくれる才能を持ってる人なので、はい、絶対お客様がそんな彼女のトークを聞きながらお買い物を楽しんでくれてると思うんですよ。はい、もうそれが爆発する1時間だと思っております。はい。はい、いや緊張してきた。なんでなんであんたが緊張するの、なんか、もう。小林さん踊ってくださいとか言われそうじゃないですか。もうでも、多分、長谷京の船に乗って、一緒になんかいい商品届けてください。はい。はい、はいはい、それでは、お知らせしましょうか、はい、しますか、はい。ほ。はい。ポップアップのお知らせ。ポップアップだったね。はい。じゃあ、まず。はい。はい。よ。はい。日本橋高島屋1階イベントスペース、はい、2月22日から28日まで。あ、今日までですね。はい。山下店長がお出迎えしております。にゃんにゃんにゃんの猫の日から。はい。そんな日が。ごめん。はい。そして、はい。京王百貨店新宿店2階イベントスペース。はい。こちらも、23日から3月1日まで、開催しておりますので、はい、ぜひ、お近くの方は、はい。京王百貨店ね、うん、ぜひ、新宿に
行かれたら、打ってみてください。うん、はい。はい。はい。で、戻しましょう。はい。こちらでございます。はい。いやー、長谷川さんとたっぷり1時間、なんか、来いよそうですね。ウエスト引き締めていきたいと思います。はい。それでは今日もご視聴ありがとう。